サムライ塾のことです。こちらの動画でですね、私のおすすめの、書籍を述べてます。はい、では行きましょう。原価計算問題集、問題解説解答岡本教師著ということなんですけど、はい、こちらの本ですね。はい、では、コメントいきます。こちらのですね、問題集は先ほどのね、まあ、こちらの岡本先生のね、第6波の原価計算ね、こちらに対応する問題集になってますね。で、こちらの問題集はですね、僕がそうですね、4年か5年ぐらい前にね、あの一級生講座をやってた時の参考問題としてね、非常に活用させていただいた問題集ですね。ミニテストなんかはね、この問題集を参考にして私が作ってましたんでね。はい、で、非常にね、なんていうんですか、レベルも高い問題から、非常に全部入ってるんですけど、まあ、良問が多いんですね、非常に良問がね。はい、したがって、こちらの問題集をね、やっていただくとね、まあ、原価計算の、まあ、意思決定会議以外のですね、大体ほぼ、両問、日照一級レベルのね、両問はマスターできるんじゃないですかね。はい、それほどね、非常にいい問題だと私は思ってます。はい、では以上です。